モホーク族の族長も、ホーク族とは、インディアンの部族である。狩猟をし、トウモロコシや、カボチャや豆を耕す、農耕民族で、樹皮張りの長屋に住居していたため、ロングハウスの人々を意味した法での承人とも言われた。モホーク狩りと呼ばれる、独特の髪型をしていることでも知られている。現在は、アメリカのニューヨーク州北部は、モホーク族最大のコミュニティ地であるに定住し、 オンタリオ湖南岸、カナダのケベック州及びオンタリオ州にも定住している。セネ家族、オノンダ族、オナイダ族、カユガ族、タスカローラ族の部族とは同盟を結び、共に色恋連邦のネーションを結成している。現在のモホーク族の人口は20世紀後半には約5000人だった。一部では農業を営むが、他はニューヨークやカナダの都市部に定住し、 スカイウォーカーとも呼ばれ、危険な高いビル建設などの工事現場での労働者として働いていることが多い。世界貿易センタービルや、エンパイアステートビルや、クライスラービルのビルや、ジョージ・ワシントン橋やサンフランシスコ湾の橋などの建設工事で働き、労働者階級を支えてきた。2001年9月11日に、アメリカ同時多発テロ事件で、世界貿易センタービルが崩れた時、 ビルの残骸の撤去と遺体の捜査にも参加した、模ク族の者も大勢いる。17世紀にオランダ人入植者と友好関係を結び、オランダ人が築いたニューアムステルダム砦で、毛皮の交易をしていた。フランス人の毛皮の商人とも交易していて、ヨーロッパ人と比較的平和に共存を保っていた。1630年には、アルゴンキン所属の敵対する部族に攻撃を仕掛け、 色濃い戦争が起きている。オランダ人とのビーバーの毛皮と引き換えにも、ホーク族はライフル銃と交換していたので、この戦争は、モホーク族の勝利だった。後に、ニューアムステルダムがイギリスに支配下に置かれると、モホーク族はイギリス人と同盟を結んだ。そして、アメリカ独立戦争が起きると、モホーク族の指導者、大ンダネキーこと、ジョセフ・ブラントはイギリス軍に協力した。 しかしこの抵抗は、アメリカの独立派が勝利し、1794年11月11日に、ブラントは、色濃い連邦の部族と共に、カナンデグア条約に署名したことで、フォールンティンバーズの戦いで終わることになり、その後、現在のカナダ北部に移動し、イギリス軍の傭兵的な役割をしていた。ありがとうございます。